皆さんこんにちは。絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。さあそれでは883日目ネックロール連続10回挑戦、今日もやっていきたいと思います。さあまず、3回ですかね、4回ですね、やっていきたいと思います。まず目標、そして今日の意識するところは、中心、体の真ん中、体の中心に来たらボールを真上に上げるっていうところを意識してやっていきたいと思います。さあそれでは早速ですね、やっていきたいと思います。よいしょ。さあ今日は何回いけるでしょうか。やっていきたいと思います。よいしょ。コメントがとても楽しかった、素晴らしいということでありがとうございます。さあ今 YouTube ライブの方で応援のコメントがありがとうございます。さあ頑張ろう。さて今日は4回目指して3回行きました。2回ですね。はい、初めてスキーに立つ私はあなたのスキーに感心します。ありがとうございます。いや嬉しいですね。
3回来たいですね。3回、あなたの名前何ですかということで、ノブです。ノブ絶望クリスタル、2人あ噛んじゃった。絶望クリスタルフットボーラーノブです。さあぜひねチャンネルサブスクライブをお願いします。サブスクライブお願いします。プリーズサブスクライブお願いします。めちゃめちゃありがとうございます。さあ今 YouTube の YouTube ライブのコメントたくさんいただいて、頑張ろう頑張ろう頑張ろう、もっと頑張ろう。よっしゃ、すげえ行きたいな。ちょっと待ってください。やっていきたいと思います。私の名前はナフィーですということで、ありがとうございます。ナフィーさんありがとうございます。サンキュー。ぜひねサブスクライブお願いします。しゃあ頑張れ。この動きをどのくらい練習します。結構もう、やってますね。なんだ883 days やってます。はい、なかなかやってるけれど、お、いけいけ、滑らかですね。はい、
横向きでやりましょうか、ね、横向きでスライドアングル、ちょっと頑張んないと。さあ、あと何分？ 3 分ぐらいか。はい、頑張ろう頑張ろう。さあ、 YouTube ライブ皆さん結構見ていただいております。ここで頑張んないとな。さあ、今日の動き真正面です。ああ、肩の角度かもな。肩をちょっと上げようか。さあ、頑張ろう。上げるのも遅いからだ。ああ、そうだと思います。さあ、行きましょう。よいしょ。ああ、頑張れ。これは素晴らしいことです。私はいつもあなたの幸せを願っています。 ありがとうございます、ということで、いやー、惜しかったですね。危ねえ。今日は最高2回でしたね。うん、まあでも体的にはなんか思ったほか動けてました。そうですね、こうなんだろうな、頭の意識の中ではね、早くボールを上げようね、早く上げようっていうか、そのボールが正面に来たら上げようっていう意識はあるんですけど、もうね、この体がついていかない。そう、体が遅いんですよね。だからそこのところをですね、この頭の中の意識と体とのこのまだミスマッチというかね、ラグがあるんですよね。そこのところをまあちょっともうちょっとしっかりね、こう詰めていければなんとかうまくいくんじゃないかなと思いました。まあでも体的にはなんかよくやったってことで、ありがとうございます。なんか、3日ぶりか、3日ぶりにやった割には動けてたので良かったかなと思いますし、またね、ちょっと今日の動画を見て、ちょっと次に生かしたいと思います。はい。でもしかしたら、そんなにこうなんだろう、今上に上げよう、上げる、ちょっとボールをこうなんだろうな、力んでるんですよね、ちょっと。その力みをなくして、ボールもそんなにこう高く上げずに、こう本当に最小限にボールを上げて、で首のこの体の動きも最小限にすれば、そんなにね、やんなくてもいいのかなと思いました。はい。さあ、ということで今日はありがとうございました。
また、継続、本当にこう YouTube の難しいところって継続することですね。本当に、本当に継続が難しい。一番 YouTube は継続は本当に難しいです。本当に、だから本当に皆さん、その有名な YouTuber の方がずっとやってる、すごいことだなと思うし、簡単に試すことはできませんということで、そうですよね。でもね、こうやって皆さんが、ご視聴していただけてるおかげで継続できているので、本当に感謝しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは、今日一日お互いに素晴らしい日になるように頑張っていきましょう。ありがとうございました。失礼します。